皆さんこんにちは2023年向けマンション管理士管理業務主任者講座説明会始めていきます担当はレックセンニ講師カメダですよろしくお願いしますはいでは今回、えー、資格説明会の第一弾ということで、えー、こちらのお題ね 価値を育むマンション管理へということでえまあ主だってというかねまあタイトル通りですけれどもえ管理業務主任者マンション管理士のねえ資格試験などなどのえ説明約20分から30分程度ですかねえお付き合い願えればと思いますのでよろしくお願いしますはいではそのお手元なんですがえこちらのお題が書いてある価値を育むマンション管理へということでえ8ページからなるレジュメですかね えー、こちらを主にね使って、えー、説明していきたいと思いますので、まあ,あまあ手持ちじゃない方はまあこれ、えー、後ろにね、えー、乗っけておりますのでまあテブラで見てくださっても結構です。それから各学校でお聞きになっている方は、えー、っとそうですね、まあ参考までにこちらのカラーのパンフレットマンション管理士管理業務主審査2023年向けとね、えー、なっているものですね。でそこをまあちょっとビニールから取り出していただくと中にですねこちらに。えー まあこちらは白黒ですけれども確保あるいは通信等々のねえスケジュールえーこれが載っているものなのでまあもしねえまあ検討していただけるんだったら参考にしてみてくださいお手元を置いていただければと思いますのでよろしくお願いしますはい、えー、では今回ですねえまあこういったえ価値を半分マンション管理へということのお題でえまあ 2023年度向けの第1弾ということなんですが主だだっててそうですすね、えー、3つほどお話しさせいいいただきたきと思います、まあ、この時期ね、えーまあ、年末にかけての方もいらっしゃるでしょうしそれから年明けてっていう方もいらっしゃるでしょうけれどもねまあこうやって視聴してくださっている方ということは、えーね、何らかの興味あるいは結構いろいろ持っても えまあ関心をお持ちでね、えー、主張してくださっているとは思いますけれどもまず1つ目としては何といっても、えー、マンション管理士管理業務主任者のその資格自体どういうものかということね、えー、そしてもちろん試験がいりますのでその試験の内容いつ実施されるかなどなども踏まえてその試験の内容と資格の内容をやっぱりね、えー、説明させてくださいですね。 それから2つ目なんですけれどもちょっとこれは時期的にっていうところなんですが、えー、視聴してくださっている方あるいは私宛にね、えー、見てくださっている方で多いかと思いますけれども2022年、えー、自撮影と卓研の試験を受けてまあ めでたく受かった、えー、というところなんですけれども、えー、もう一つちょっと不動産の関連資格が欲しいということで、えー、次にやっぱり管理業務審査あるいはマンション管理者を狙ってみたいどういうものなのかなっていう方も踏まえて考えていらっしゃる方は多いかと思いますので、まあ、その方々向けにですねその宅建市とそのマンション管理士管理業務審査の、まあ、関連性 えー、などね、えー、そういっったとところをちょっとお話し,させてくださいそして3つ目なんですが、まあ、これはほんの少しということですけれどもレックうまあ私なんかもね用意しているその講座ですね、えー、皆さんをマンション管理管理業務審査へを導くその講座これの案内だをね、えー、最後に少しさせていただきたいと思いますのでそれ以上ね、えー、3つのことについて、えー、お話しさせていただきたいと思いますので、えー、これまたよろしくお願いします。はい、ではいででそうですね、えー、最初の マンンショ管管理士管理士業務主任者、えー、こちらの資格の制度とそれから試験のイントについてねまあおよそ知ってらっしゃるっていう方が多いかと思いますがね、えー、今一度ちょっとご確認だけしておいてくださいですね、はいえーまあ、今回、えー、こういうお題ですね「価値を育むマンション管理」ということでえー、っと、まあ、レックにしてはってちょっと小さな声でいきますが、えー、レックにしては、えー、結構センスのあるタイトルだというふうに私は感じております一瞬ふーっとなるんですけどね、えー、価値を育む むんあんまり聞かないんですけどねマンション管理へ、えー、管理へってなるこれ逆に言えばですね、えー、このマンション管理自体がまあ適正に行われていけばそのマンション自体の価値をね、まあ、ちゃんと維持できるまあ、えー、うまく言えばねその価値を固め、えーまあ、高めるということでそのマンション自体のねお持ちのマンション自体のまあ価値を下げるも上げるも、まあ、維持できるも、まあ、やっぱり全てマンションの管理 ここにかかっているというところですね。えー、そしてそのマンション管理のまあ、担い手というかね、専門的な担い手というのがやっぱりマンション管理士であって、管理業務主任者であるというところね。まあ、そこに繋がっていくところです。まあ、そのマンション自体の将来性もやはりね、マンション管理士管理業務主任者にかかっていると言っても過言ではないところなんで、マンション管理においては、 欠かせない資格ね、抽象的な表現で申し訳ないんですがね、えー、欠かせなないい資格ということとうこりますで。そもそもマンション管理となっていや管理するだけでそんなに大層なことかと言いたいところなんですがまあよくよく考えてみれば、まあ、特にですね、まあ、東京や、まあ、関西圏もそうですけれども都心部のやっぱりね住宅となると 県やといいう方が珍しいですね、えー、で最近は郊外においても、まあ、結構マンションが出てくるので、まあ、居住形態の多くはマンションと言っても過言ではないところですね、えー、で、まあ、その一つの理由としてはですね、まあ、例えば、まあ、都心の一等地にですね、まあ、都心の一等地だったらそれなりの値段かかりますけれども戸、まあ、建てに籠に比べるとはるかに安い値段でね、えーまあ、本来だったら都心の一等地の駅の近いところだったら2億3億する戸建て、えー、まあ 小建てなんかほとんどないですけどね、えー、それぐらいかかるところがうんぜんまあえー、ぐらいで買えるっていうことでね。それは人気の一つなんですねでさらに言うとまあその安い値段でありかつ、えー、まあ 高いところからの眺望も望もめる、うん、あるいは、えー、それなりのサービスもついてね、えー、宅配のサービスとかいろいろあったりそれから施設自体が非常に整っているっていうことで、えー、まあそれを考えたらかなりお得だっていうところで、まあ、居住形態としてマンションが増えてるっていうところは、まあ、確かなんですがまあただそれなりにリスクもあるっていうところですね。えー、やっぱり、えー 一つの建物の中に多数の人たちが住んでいくということとなりますので人が多数集まればやっぱりねトラブルが起こるそれから建物一つの建物ですが一人でね戸建てのように一人でその建物を管理するっていうんだったらそんなに問題生じないんですけれども、えー、大きな建物ドーンとあってそれをどう管理するかっていうと、えー、やっぱり、えー、その建物自体のね知識も必要となってくるでしょうねちょっと特殊な建物となりますからねそれから戸建てだとそう、えー、まあ、これありえないような設 設備なんかもやっぱり出てきますので、まあ、そういった管理なんかやっぱりね、えー、非常に大切になってくるというところです。はいから、えー、そうなってくると、最後都ドの備えとして必要となってくるのはやっぱりお金ですね、えー、お金、まあ、これ実際に管理していかなきゃいけないっていうことなので、まあそのマンションを揃えないのリスクとなると、やっぱり管理というのが非常に難しくなる。まあ、だからこそ、適正に管理されていなかったら、そのマンションの価値自体を下げてしまうと、えー、いうところなので、まあ、そこの中心で。えー 資格自体は新しいんですけどっ、ね、新しいったってこの、まあ、20年今年で21回目の試験になったのかな今年というか2022年になりますとね、まあ、1年から失礼1年から始めると22回目ということか2001年から始まっておりますので、まあ、それなりに歴史は積んできてるんですけれども、まあ、考えようによってはね新しくね、まあ、この今世紀21世紀になって、まあ、生まれた資格ということとなります。まあ、いろんな形態が出てくる のでやはりね、えーまあ、管理をする運転では非常に難しいというところもあってこのね専門家2つ置かれておるというところですねでなぜ2つなのっていうツッコミが入るんですけどねこのマンション管理士と管理業務主任者、まあ、この大きな違いというとなるとマンション管理士に関しては、えー、そうですね下の図を見ていただければわかると思います。 結局、えー、そのマンション自体を管理するその主体となるのはその集まりであるマンション管理組合、えー、まあ住んでる人たちですねその人たちで管理するんですけれどもやっぱり人が多勢いるということとそれから専門知識が非常に、えー、まあ,あ持っている人が少ないとなるとやっぱり専門家に相談があしたいでしょうっていうところその窓口自体がマンション管理士とまあざっくり言ってしまいますよね、えー、マンション管理組合の立場に立ってその管理に関して。 助言とか指導その他援、ね、助を行うことことれをまあ仕事として行っていくのがマンンション管理士一方管理業務主任者に関しては、えー、まあマンション管理組合自体が管理を担うというのはその通りなんですが実際問題、えー、まあそこで住んでるということは働きに出るということなのでそんなマンションの管理なんか、ねえー、一人一人で,できませんので,、まあそうですね、多くのマンションに関しては管理業者と、まあ、まあ専門業者に管理対応を委ねているというのは現状としてあります。 まあ、そうなってくるとやっぱりねしっかりした管理をやっていかなきゃいけないということで、えー、その委託を受けた管理業者側において、えー、必要となってくる資格こちらが管理業務主任者という立ち位置で,す、ねえー、ですから、まあ、いずれについてもマンションの管理の専門家ということなんですけれどもマンション管理士は管理組合から直相談などを受ける管理組合の立場に立った、えー、専門家。 とというところですねで一方管理業務主任者はその委託を受けて、えー、行っている管理業者において必要な資格、まあ、実を言うと一定人数のこの管理業務主任者がいなければ。 開業もできませんしねそれから事業自体も維持もできないという形で、まあ、もし宅建なんかの、ね、経験がある方は不動産業者における、えー、宅地建物取引士にあたるものが、えー、この管理業者における、えー、管理業務主任者というふうに考えていただければね。で独立した、えーまあ、直接相談窓口などがね、えー、マンション管理士ということとなります。はいえーことねまあ、ただ必要な知識とか、えー でまあ、人物とかになると、まあ、基本的には一緒なんですけれども立ち位置が違うというところねその辺がちょっと試験で若干のの差が出てくるというところはありますでその管理でやっぱり何が大切になってるかっていうとやっぱりその横に書いてあるよねマンション管理ということになるんですけれどもマンション管理の資産価値これを維持するっていうためにはやっぱりね、えー、この適切な管理が必要なんですがその中でやっぱりねソフト面、えー、ハード面双方について行うということですね。 でソフト面、まあえー、言ってしまえば対、えー、人との、ねえー、管理なので意外とこの管理が大切でやっぱり、えー、他人数がいると、えー、意見が統一感がなかなかできないということで、まあ、そこを悪を収めていくのがやっぱり、ねえーまあ、一つポイントとなります、まあ。そこの担い手になるのはもちろんマンション管理士ということになりますね。でその意見を聞いて管理委託業者あ,あるんですけどやっぱりそこでも、ねえー、管理業務主任者はやっぱりね、えー、その面においてもやっぱりね必要となってくるところです。でもう一つが建物 これはもう物ですけれどもそこにはもう建物そのものもあったりそれから中のね設備もありますのでそれらのハード面ですね物、まあこれらのまあもちろん管理も必要となってくるでいずれについてもですねこの根本となってくるのはやっぱりお金ですね金銭的なもと金銭そのものもやっぱり管理していかなきゃいけないので、まあ、管理っていうのは実際的には3本立てね人の管理それから物の管理そしてお金の管理ということなので実を言うと これらの知識は結局このあとすぐねやっていきますけれどもこの試験ねついて必要な知識ということとなってくるというところですね。でマンション管理士についてはもちろん管理業務所員さんについてもね近年ちょっと新しい制度なんかでもね業務も増えておりますのでその辺は次の2ページ3ページ読んでいただいてね興味があって見ていただければと思いますが今回はちょっと。 やっぱり試験のことについてね、えー、少しね話を広げていきたいと思いますけれどもマンション管理士管理業務審査まあいずれもマンション管理の専門家ということなんですけれどもやっぱり試験を受けないとねやっぱり専門家ということはね、えー、名乗れないということもありますのでその試験、えー、どういう概要になってるかっていうところが。 そのののレジジジジメペペペーーー見開きであるかと思います、はいえー、この4ページは満館これ、えー、マンション管理士ですね。管業管理業務順位者。もうちょっと名前が長いので満館管業とさせていただきますが試験どういう試験ですかということとそれから過去10年ですかね、えー、2022年はまだちょっとデータが上がっておりませんので、えー、それ合わせてですね、えー、その受験者それから合格者合格点、えー、合格率、えーまあ、2つの資格 の制度をまあちょっとね、えー、見比べながらいきますが共通して言えるのはすべて四、えー、択五十問二時間で明、えー、るものです、えー、よくあるパターンのものなんですけれどもね、えー、期日はありません口日もありません、えー、単純なマークシートの五十問でねで。 都市によって若干の差はあれどもですねマンション管理士も管理業務主任者も、えー、おおよそ7割強というところですね点数でいうと334点から378点までというところのまあ狭いレンジが大体合格点となっていますただこの合格点はその合格点を取ったら、えー、合格というわけではなくて、えー、一定のやっぱり合格率でしょうね、えー、というのはいずれにおいても専門家ですので 多すすぎると価値がなくなくります少なすぎると足りなくなるということで、まあ、やっぱり受験者に合わせてやっぱり人数を調整するとなるとやっぱり、ね、合格率ということですね。えー、で50問の形式で4択で2時間で解いて、えー、そして、えーまあ、合格基準点もおおよそ一緒ですということで。 一番の違いがそのマンション管理士と管理業務審査の違いとなってくるとやっぱりこの合格率ですね、えー、マンション管理士、えー、こちらが合格率がおおよそ8%の前後台、まあ、台ののこことともああれば9台のことがありますそれ考えると10人に1人も受からないということを考えるとちょっと厳しい試験ではあるという方は確かですね。 で一方管理業務主任者の方は、えー、大体20%前後、まあ10台にまあ、19%で入ることもあるし 20%212 と入ることがありますがこれは4択でかなり集中してるところなのでマンション管理士も管理業務主任者もいずれもやっぱりちょっと誤差の範疇というかね、えー、いうところなのでおおよそ マンンション管理士は8これを基準にししてるんじゃないでしょうか、えー、管理業務主任者は20%か21%それに一番近いところでどうしても都市によって誤差が出るっていうところで、まあ、そこが、まあ、たまたま、えー、合格点はだいたい7割強、まあ、前後というところに、ねえー、落ちておりますが、まあ、ほぼほぼこの、ねえー、合格率、えーまあ、ここから、ね、算定していくものがこれ。 とということですそうなってくるとまあこれ合格率だけ見るとマンション管理士の方が難しいといえば難しいので、えー、結構その、えー、管理業務主任者の上位資格なんかって言われておりますがこれ業務上はやっぱりね上下の関係はありませんのでまあ立ち位置が違うということとそれから若干ですがマンション管理士の方は、まあ、直接相談を受けるので イレギュラーの形に対応できなきゃいけないということで少しだけちょっと能力的に上のものが求められているんじゃないでしょうかというところですねで昔はマンション管理士の試験自体はちょっと難しすぎるというのがあったんですけれどもこの、えー、2022年も踏まえてねあの比較的内容としては変な問題がなくなっておりますのでまあ、どちらかというと正功性正確性が問われるというところに変わっておりますのでまあ、試験内容自体はねそれほど大きく変わらない というものだとは思っておいてくださいまあ、いずれについてもね、えー、というところですはい。で試験実施時期なんかはもうここまで決まっておりますので一周ずれるんですね、えー、マンション管理士と管理業務主任者に関しては一、えー、週早いの10例年11月の、えー、最終の日曜日に実施されるのがマンション管理士ですね、えー、で開、えー、けて12月の最初に実施されていくのが 管理業務主任者ですねで,、えー、で2022年度が、えー、とマンション管理士が11月の27だったので2023年度は、えー、計算上は、えー、上がって11月の26日の日曜日がマンション管理士で1週間後に、えー、12月の3日になりますかね、えー、こちらが、えー、管理業務主任者というふうには考えておいてくださいですね。はいですからあの まあ、いずれについても、まあ、明確な目的があってね、えー、私は来年マンション管理士を開業したいんだとか、あ,あるいは、えー、管理業者に従事してて、えー、まあ、今年取らないとちょっとやばい立場ですという方、明確な方はね、えー、まあ、片一方だけっていう方はいらっしゃいますけれども、比較的初めて受験されたり、それから、えー、まあ、他の資格試験から入ってきたっていう場合なんかね、えー、両方とも受験されるっていう方多いので、まあ、それは勉強方法としてはありだと思ってください。というのは、その50問のうちの、 えーまあ、ここはちょっと試験の中身になっていきます、ねえー、試験の中身自体はほとんど変わりません、えー、必要な知識。というのは、えー、右側の5ページ見ていただければいいんですけれどもあの50問で出題される内容としてはどういうものがあるかってなると、えー、やはり。 必必要要なななもの,なので必要な知識と聞かれてきます、まあ、そこでちょっとポイントとなってくるのが、まあ、やっぱり管理する上でどういうトラブルがあるかってなってくると真ん中やや上の表のところですね、えー、意外かもしれませんけれども一番多くあるのは居住者間の行為とかマナーをめぐるものとすなわち人の管理ですね人の管理。えー、人の管理になりますとととどううしても法律ということで主だ でえー、マンションで適用されるこの区分所有法とかそれから一般の市民のルールである民法ね、えー、それから、えー、管理業者自体を規制するマンション管理適正化法それからマンション管理者管理業務主にの資格の制度を作ったものでねこういう、まあ、この、えー、ソフト面での管理で必要となってくるこの法律。 が、えー、これも面白いことにこのアンケートを取ってトラブルどれぐらいあるかっていうとで55%の人がトラブル抱えているとなるとそれなりにまあこの試験でも50問のうちのだいたい6割程度30問ぐらいが、うんえー、この法律系からの取材だと思ってくださいはいもう一つが、えー、ハード面ね、えー、それが建物あるいは設備等の不具合にかかるものやはりトラブル多いのでやっぱり30%ぐらいのことが声を上げていますそうすると え実際的に必要となってくる知識となるのは、えー、まあ建築に関する法令、まあ、これは法令となりますがそのほか建築や設備に関する知識ね、えー、こういったもの、まあ、これも取材の範囲です。 でこれがそうですねマンション管理士も管理業務主任者もいずれもその50問のうちのやっぱりこのトラブルの比率ぐらいね3割程度ですので15問程度の取材となってきますというところですねもう一つが結局その管理をする上ではお金でお金自体の管理ということもありますので費用負担これは会計の問題ですねまこれは 若干管理業務主任者とマンション管理者ね、えー、比率が違いますけれどもまあ大体1割程度うですねまあ5問程度ということでまあそれぐらいの次第いがあるというふうには考えておいてください。 ですね、はい、えー、ですからやっぱりねまあそうなってくるとざっと、まあ、法律建築設備そして会計と挙げましたがこの3つとも聞かれる資格ってあんまりないですね法律だけの資格はもちろんありますしそれから建築や設備だけの知識、えー、聞かれるものもあるしそれから会計ね、えーまあ、これだけ聞かれるというのももちろんありますが3つとも、えー、聞かれるというのはそうは多くはないということですね。 えとなってくるとやっぱり試験でポイントとなってくるのはやっぱりえどこまで広げてやっていいのかということねそれからどこまで深く入っていってしなければいけないっていうその線引きえそれが大切になってくるというところがやっぱりね一番大きなところです。で理想言ってそれは法律も建築もそれからえ会計のことも全部分かってすればっていうことはもちろん理想ですがやっぱり試験ですのでねそれをまともにやってたら試験合格というとこがなかなかつながっていかないところなのでどの辺の線引きか。 かっていうところがやっぱりポイントとなってくるところです。で具体的に6ページになりますとあの各ま法令の、えー、まあ質材のね、えー、まどれぐらいあるかっていうところまあ、そういったところもやっぱり参考にしていただければと思います。まあ、先ほど言ったようにざっ ゆっくり行ってしまうと法令系で六割会計実務系でやっぱり一割ねそして建築設備系で三割えという形でまあ問題数とすると法令系で三十問まあ建築でだいたい十五問でその残っている部分が実務や会計というところからの取材だと思ってください、ね、はいはいで確かえまあ今回ちょっとね三、えー、つのことをちょっとお話しさせてくださいということでえありましたが二、えー、つ目のね 宅建士との関連ですねで実際に私もですねあのー、レックにおいて宅建士の、まあ、講座も担当しておりますし、えー、マンション管理士管理業務主任者のね、えー、この資格も担当しておるんですが、まあ、それはやはりね勉強する上で非常に近いからというところねもちろんお仕事上でも近いところがあるはずですね。というのも、えーまあ、不動産業でね仲介したりそれから、えー、売却したりする際に、ね、特に住宅になってくると 小よりもはるかにマンションの方が多いですねでマンンションになりますと、まあ、例えば宅建業法上の重要事項の説明であったりするところもね若干違いが出てくるっていうことであのなんだかんだ言いつつマンションの、うん 知識っていうのはどうしても必要となってくるっていうのが今のねやっぱりね不動産業まあ特に宅建業なんかの流れということとなりますまあですからまあ実際にまあマンション管理士の資格を持っていたからこそこのまあマンションのお客さんまあ特にね理事長なんかの心をつかんだっていうのも結構聞きますねまあ関連資格だと思うまあですから特にまあ今年かまあ昨年でもねまあ他建士まあ見事受かって次考えようっていう方もまあ 結構聞いてくださってると思いますがそこの関連性見た時にはね、えー、ちょっとそこのお話をさせていただきたいと思います。このの一一覧覧表表ページの一覧表はで,でちなみに「宅建けマンション管理士管理業務主任者とも出題形式等々は全く一緒で50問で4択で大体7割前後の合格点がいるというところまで一緒なんですね。えー、であとは出題の内容なんですがそれぞれ関連性はあるというところね、えー、見ていただきたい。 というのは宅建市の方はどちらかというと法律系が主体となってきてであの建築についても、えー、やっぱり、えー、その。 まあやっぱり重要事項の説明の規制を覚えていかなきゃいけないっていうことではほとんどが法律というところでしょうかね、まあ、ただその関連性を見るとやはりマンションにおいても結局ね、えー、やっぱり市民のルールというのは絶対大切なので民法なんかはやっぱりね、えー、そのままそっくり、えー、まあこれ使っていくこれ一番大きいところですね。えー、まあなんだかんだ言いつつ法令で一番やっぱりね、えー、これ苦労するのは民法ですのでまあ あの宅検士でそれなりにね、えー、しっかり勉強しているとやっぱりマンション管理士も管理業務省民さそのままね一識は使えるというところですねはいそれから意外かもしれませんけれども宅検業法なんかはこれ宅検士では20も取材ごそっと出るんですけれども、えー、少しだけですけれどもマンション管理者管理業務省民さも取材されますというのはやっぱりね先ほど言ったようにその、えー、管理の一面としてねやっぱり仲介なんかにちょっとタッチするっていうこともありますのでまあその辺の流れを掴んでおくということね から何と言っても法令で一番多いのは、えー、マンション管理士も管理業務省民社もね、えー、この区分所有法ですねそりゃそうでしょうねマンションの資格ですからそのマンションのおまあ規制する法律である、えー、ルールである区分所有法ねまあこれが取材の主流となっているのはそれは当然というところとなります宅建士でも毎年一問だけですがね取材されるというところですが、えー、あまりいい印象ないかと思います宅建士だけ勉強しているときね一問しか出てこないし嫌い嫌い細かいし嫌い嫌い,嫌いっていう声が多いんです けれどもマンンション専門家にななるとと、ね、こここは欠かせないところです、えー、ただ一つ言えるのは「宅建師」の時に勉強してて、えー、得意だっていうことはほとんど聞きません気嫌い感しかないんですけれども10問15問出てくるとなるとそれなりに絶対やるはずなんですね。 で考えてもいればですね区分所有法なんてって言い方あえてしますけれども、えー、まあたかだか規定がですね、えー、ほんの少し、まあ、100もないようなところなんでね、えー、そこからごっそり出てくるとなると比較的勉強していけば効率がいいところなんでねまあそこはまあ宅犬士の、まあ、試験でいうと宅犬業法にあたるものがここ、ねえー、区分所有法というものだと思ってください。それなりにしっかりするからちゃんと点数取れるっていうところまあそこを考えると意外と宅犬士から、えー、やっぱりね、えー、管理業務審査 マンション管理士とまあ、えー、資格を書いたときには。 法令系ではそんなにえはそこが一番大きなところなんですね。でただ一つちょっと難点といえば難点なんですけれども建築設備についてはたっけん市では、えー、っとそうですねあの一般知識としてたまに聞かれることがありますがその辺が聞かれないところなんでね。でマンション管理士も管理業務主任者もそのね、えー、建築設備の問題については15問程度出てきます。こ、まあ、これれががちょっとと不安だっていうことがありますけれども、あのー 確かに専門家になるんですけれども、えー、やっぱりその、えー、いろんな範囲から出てきて、えー、そして、えー、まあね、えー、比較的短い時間でやらなきゃいけませんっていうことなので、ね、深く入らずにこの試験のことだけ考えてやってしまうとそんなに大したことがないっていうのがこのね建築設備系それは会計についても言えるところなんでねまあそう考えると法律がしっかり使えて卓、えー、建士で勉強したところね。で うんまあ、言葉あれですけどそこまで大したことないっていうふうになりますとやっぱり狙わ,狙わない手はないと言いますかねまあ宅建士ちゃんと受かってる知識があれば、えー、あのマンション管理士管理学務初心者はあのーまあ、もちろんそれ特有のね難しさというのはあるんですけれども、まあ、入っていくにはスムーズに入ってくると思いますのでぜひぜひあ,是非是非あ あのちょっと興味を見て聞いてみたんだけどっていう風になった方はねまあ他県市その知識を生かして、えー、ぜひぜひねマンション管理者や管理業務審査、えー、これをね、えー、まあ、道をね、えー、作っていただければと思いますのでま管理は非常に室内科目が似ているのでかなりね、えー、やっぱりアドバンテージになるっていうところはちょっとねお伝え頂きたいと思います。はいで 三つ話す中の、ちょっと最後になりましたかね。え三、ー、つ目の点についてなんですが。ええ、レックで提供している。皆さんの合格に、導いていきたいというね。その資格の、その、ああ、講座なんですが、それが七ページ。 クリでで乗っかっかててておりますのでここは、ね、参考にしてみてくださいです、ね、で詳しくはこちらの、ねえー、カラーのパンフレットの中を見ていただければいいんですけれどもざーッと、えー、概要だけねでこのマンション管理士も管理業務主任者もですね初めて受験されるっていう方も結構多いんですね、えー、しかも何の知識もなく、えー、それはご自身がマンション住んでいてなぜか知らないけれども、えーまあ、役員となってしまって、えー、それなりの知識を入れたいっていう方もいらっしゃる。えー それからまあ長年まあえ企業で勤めてまあ引退してでえ今度はやっぱりマンションでしっかりまあのんびりしようとした時にやっぱりマンションの管理の知識が必要となってきたという方ねそれからえ意外なところからえまあ管理業者にお勤めするようになってしまって初めて勉強する方っていうのももちろんいらっしゃいます。 それから先ほど言ったように宅建士などのね他の資格を勉強してそれを生かしてっていう方もいらっしゃるしそれから残念ながらと言いたいんですけれども2022年実を言うと自分で勉強してある程度勉強して受かったっていう受か,かった,言いたいと思って勉強してたんですけれどもちょっと残念な結果になってしまってもう1年2023年度は必ずという方はいろいろまあいらっしゃるかと思いますが。 それぞれれの方に合わせてて、えー、いろいろ提供しておりますそれから、えー、マンション管理士だけ、えー、狙うっていう方ね管理業務主任者だけ狙うっていう方もそれぞれ合わせてやっておりますのでまあそれぞれインプットの講座にあたるものからアウトプットねそ、えー、えておりますのでこの7ページに乗っかってるのは基本的にまあ奨学で初めてっていう方のね、えー、っていうところがありますのでまあこれ一例 でこの辺ちょっとねいろいろ相談して決めたいっていう方は、えー、もし、えー、今現在ね、えーまあ、学校で聞いてくださってる方はスタッフ、えー、すぐ対応いたしますしそれから、えー、ご自宅で、まあ、聞いてくださってる方はお近くにね、えー、レックの学校があれば 足を運んでいいただければと思いますそれからもちろん電話でも対応しますしそれからとてもとてもレクが遠いところにあるっていう方であればねもちろんコールセンターなどを用意しておりますのでそこで聞いてくださればんでこの中でね自分に「ああ」 講座を選んでいただければと思いますのでね、まあ、それなりにしっかり用意しておりますというところでご覧になっていただきたいと思います。で多少私事と,ということになるんですが、まあえー、これもしばらくというかねもう年数もちょっとね続いておるんですけれどもあまりこのマンション管理士も管理業務任者も他校もそうなんですが実際に通って通学していくっていうのがあまりないっていうことで、えー、もう5年6年になりますかね。私、えー 実際上ちょっと東京の渋谷というところにちょっと限定はしておりますけれども、えー、と例年、まあ、昨年もそうでしたが2月の終わりから、えー、ですねでもちろん入学のタイミングはもうちょっとね、えー、ゴールデンウィークぐらいまでありますけれどもそこで週1 今回ですねえー、日曜日、えー、ちょっと、えー、皆さんにとってはねちょっと、えー、取りづらい、えーまあ、曜日かもしれませんが日曜日渋谷校で通学のクラスも私が実際には担当しておりますそれから、えー、なかなか私が大阪行けるということはね、えー、ちょっと難しいんですけれども、まあ、大阪においても、えー、生の講座も用意しておりますのでその辺も合わせてね、えー、検討してくださればと思いますのでそして せっかくマンション管理士管理業務主任者ねこれは興味を持って今年2023年度合格するというふうにねやっぱりね目標を持ってやっぱり決めてくださってるんですからぜひぜひ合格を勝ち取れるように少しでも私たちレックがね支援できればというふうに考えておりますのでいろんな相談事それからねいろいろあると思いますがぜひぜひそういうのを利用してくださって で、えー、狙った資格、えー、これをね、えー、まあ取得できるようにっていうことで、えー、願っておりますのでその辺も参考にしていただければというところですねはいでは、えー、今回はちょっとね概要というところが多かったんですけれども、えー、まあ、資格説明会の第1弾としてね、えー、お話しさせていただきました、えー、以上にて終了をさせていただきますありがとうございました